怖いものなしのフレディというお話。今日は鉱山鉄道の仲間の一人が戻ってくる日だ。彼は怖いものなしのフレディ。誰もが彼の噂を知っていた。彼は陽気で走るのが速く、そして怖いものなしだった。トーマスがフレディを乗り換え駅まで運んできた。やあ、フレディじゃないか。サーハンデルが声をかけた。ずいぶん久しぶりだね。怖いものなしのフレディ様のお帰りだ。へえ、君たちは知り合いだったのかい？もちろんさ、トーマス。フレディはこの山で一番速い機関車だったんだ。その時、レニアスとスカーロイが勢いよく駅に入ってきた。僕の勝ちだ。スカーロイが言った。僕の勝ちだよ。レニアスが言った。君たちは誰だい？僕たちは山で一番速い機関車さ。何？誰が一番速いか教えてやろう。よし、山のふもとまで競争だ。レニアスもスカーロイも競争が大好きだった。二人は興奮して走り出した。フレディは絶対に勝とうと思った。フレディは息を切らしながら山を登った。一体どういうこと？こんな坂昔はあっという間に登れたのに。レニアスとスカーロイは競争が始まるのを待っていた。麓に着くまでに追いつくことができなければオイラの勝ちだぞ。分かったよ、怖いものなしのフレディ。位置についてよーい、ドン。フレディは勢いよく走り出した。レニアスとスカーロイは彼に追いつこうと頑張ったが、フレディはとても速かった。ところが彼は途中で息を切らし始めた。なんてこった、これではあの若者たちに追いつかれてしまう。その時彼は近くに古い線路があることを思い出した。オールドロッキー線があるぞ。今では誰もあの線路のことは覚えてないだろう。レニアスとスカーロイはフレディが別の線路に入るところを見ていなかった。その方がずっと近道だ。よし、これですぐに麓に着ける。フレディは再び本線に戻った。あっという間に彼は山の麓に到着した。やったぞ、オイラの勝ちだ。まだまだ若者には負けないぞ。本当に速いんだね、フレディ。もう一度競争したいな。いいでしょう？もちろんさ、大歓迎だよ。怖いものなしのフレディは断ったりしないよ。こうして彼らはすぐにもう一度競争する準備をした。今度は反対側で競争しよう。だが反対側の斜面はとても急な坂道だぞ。怖くなったのかい？まさか、おいらは怖いものなしのフレディだ。さあ行くぞ。フレディは勢いよく二人の前を走り出した。すぐにまた息を切らし始めたが、彼はどうしても負けたくなかった。その時彼はもう一つの古い線路を思い出した。クラッキー線がある。オイラはこの鉄道のことを知り尽くしてるんだ。そしてすぐに彼は無事に麓にたどり着いた。だがレニアスとスカーロイは無事ではなかった。その斜面はとても急だったのだ。二人は何とかしてフレディに勝とうとして、ものすごいスピードで坂を下っていた。もっと早く、もっと早く、もっと早くだ。すると大変なことが起きた。レニアスが線路から飛び出してしまったのだ。おー、助けて。あ、しまった、大変だ。フレディは麓で二人のことを待っていた。
そこへスカーロイがやってきた。レニアスが脱水しちゃった。谷に落ちてどこに行ったのかもわからない。僕たちはあなたに追いつこうと頑張ったんだけど、早すぎて無理だったよ。そこへサーハンデルがミスターパーシバルを乗せてやってきた。レニアスの事故を聞きつけたのだ。オイラが悪いんです。実は古い線路を使って近道をしました。ズルをしたの？レニアスは迷子になって困ってるんだよ。心配しなくていい。フレディが大きな声で言った。オイラはどんな古い線路も知ってるからすぐに見つけられます。ミスターパーシバル、ついてきてください。フレディはみんなを連れてもう一つの忘れられた線路を走った。その線路はくねくねと曲がり、谷底へと続いていた。そしてすぐにレニアスは見つかった。よかった、助けに来てくれたんだね、みんな。君が見つかってよかったよ。レニアスはすぐに線路の上に戻された。そしてみんな一緒に乗り換え駅へと戻っていった。騙してすまなかった。君たちの方がオイラよりよっぽど早いよ。でもあなたはいろんな線路を知ってるでしょ。線路の話を聞かせてほしいな。そこでフレディは昔の線路の話を始めた。怖いものなしのフレディが戻ってきて誰もが喜んだ。怖いものなしのフレディというお話でした。